まず最初はですね、このスカイラインですね、乗ってらっしゃる方はこの方です。こんにちは、箱入り娘のまゆと申します。いいですね、箱入り娘でですね、今回ですね、この車のちょっと特徴をちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、ざっと見ていただくとお分かりかと思うんですが、基本、ノーマル重視な感じで、ホイール と、ウィングとぐらいしか変えてないんですけれども、あとサイドステップは純正オプションのものを使っております。フロントのバンパーも一応純正のオプションのものをつけております。私一番気になったのは、はい、この高知ナンバー、はい、今実際こう群馬県なんですけど、はい、どうやって来たのかなというのが一番興味があったところで、はいはい、高知県が地元でございまして、はい、今も仕事で高知県の方にいるんですけれども、宇都宮にも一応自宅がありまして、行ったり来たりしながら関東で、関東の方で車遊びをさせていただいているっていう感じですね。二軒持ちということですね。そうです。すごいですね。はい。はい、で今この車さんも大事にすごく乗ってるのかなと思うんですけど、はい、やっぱりこれだけノーマルで乗るってことはすごくなんか愛着があって、もうこの車じゃなきゃダメだよという何かこだわりがあるんですか、ね。はい、そうですね。スポーツカー乗りたいと思い始めてから初めて買ったのがこの34でして、でもうずっと10代から乗り続けてるので、はい、愛着はすごくあります。素晴らしいですね。やっぱりそのぐらい愛着がある車と、もうこのままずっと廃車になるまで、はい、乗ってもらえれば、できれば本当におばあちゃんになっても乗り続けたいですね。はい、はい、車好きの人のね、鏡のような方なので、ぜひ大事にこの後もね乗ってもらえればと思います。ありがとうございます。こんにちは、スバルですね。まあ言わずと知れた VAB なんですけども、この車の特徴はじゃあちょっとご説明していただけますか。はい、基本的に純正のままで、はい、グレードがタイプ S になるので、ビレスタイン製のダンパーが入ってたりとか、はい、ホイールが19インチのものだったりとかっていうちょっと違いがあるぐらいでしたね。はい、はい、なんか全然インプレッサに似合わない方が乗ってるんですけどなんでインプレッサなんですか、ダブルXなんですか。イニシャル D とワイルドスピードにはまりまして、はい、そこからスポーツカーいいなって思ってて、はい、でなんで VAB にしたかというと顔が好きだったからです。いや偉いですね。この車決して安い車じゃないので、女性が乗って維持するのって結構大変かなと思うんですけど、はい、じゃあ本当に大事に乗ってるわけですね。はい、まだローンは払い続けてる感じ。じゃあローンが払い終わるまでは必ずこの車の原型を残して、はい、潰さないように大事に乗ってください。はい、はい、ありがとうございま す, います。女性でこの車乗るってすごいなと思いますけどね。はい、じゃあ頑張って、はい、ありがとうございます。はい、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次もまたインプレッサーですね。はい、じゃあちょっと車の方の説明をお願いします。はいはい、見た目は本当なるべくノーマルを残しつつっていう形で、リップですとか、あとはホイールを最近お気に入りのホイールに入れました。はい、であとは車の整備ですとか、パーツつけたのも自分でやってます。はい、はい、車庫帳も自分で取り付けました。はい、すごいですね。この BBS のホイールって結構高いんですよ。そうなんです。多分1回のボーナス払い金でぐらいですよね、はい、これね。お金貯めて。偉いですね、うん。そこまで車がやっぱり皆さん好きなんですね。そうですね。今ですね、こっちの VAB も GTB もすごく値段が上がってるので、ね、大事に乗ってください。はい。はい、ありがとうございます。原さん、これ、はい、遊戯配信に来てくださった、はい、3名の方のお送りに来ていただいたんですけど、はい、女性ばっかりってそうですね、やっぱりね、今なんか男性がね、少し情けなくなってるのか、あまりスポーツカーに乗らなくなっててね、やっぱり K でいいやみたいな人も多いんですけど、やっぱり私たちの時代はやっぱり男はいい車乗ってなんぼみたいなところあったんですよね。やっぱりそういうなんか男気を感じる女性の方たちで、いやこれからね、前途本当に明るいかなと。特に多分お金も大変だと思うんですよ、結構。それでもね、やっぱりこういうスポーツカー乗ってくれて、大事に乗ってくれてるってことは、
ぱりすごくいいかなと思いますね、はい、多分一生懸命車を改造しながらですねまた大事に乗ってると思うのでその辺 YouTube でね多分出てますよね、はい、じゃあその辺皆さんねいろいろ経過観察をするにも込めて皆さんチャンネル登録をですねしてもらって彼女たちの成長をですね見守っていただけるようにお願いします。お願いします。はい、今回ですねアーティシャンスピリッツさんの、デモカーをですね2台用意してもらいました、86とですねスープラですね、ちょっとご説明していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私ともアフターパーツメーカーやらせていただいてまして、エアロパーツが中心に、作らせていただいてます。でこの86はですねまずバンパーも全部取り替えてあります。後期なんですけども、で、GT フェンダーといって、フェンダーもかなり広がってますよね、はい、どのぐらい広がってるんですか。後ろが8センチで前が5センチぐらいです。あ、かなり迫力ありますよね。あとは、まあ、サイドステップギアスポイラーっていうか、はい、リアのバンパーなんですけども、はい、とウィングがありましてこれがボルテックスさんっていう、はいはいはい、ウィングメーカーさんと共同で開発して、はい、ダブルネームで作らせていただいているウィングになります。 あとこの車はですねブリッツさんのターボシステムを全部組ませていただいてるんで通常のものより60馬力から70馬力ぐらい上がってるターボシステムになってます。これだけパワーが上がってると逆にこのねオーバーフェンダーにして太いタイヤ履かないと安全性がね確保できなかったりとかすぐお尻振っちゃったりとかするので逆にこのボディにこのパワーが合ってるのかもしれないですね。でもすごくかっこいいですよね。なんか品悪くなってないですもんね。結構これ大きくするとね品悪くなっちゃったりするじゃないですか、はいはい、そういう感じが全然なくて純正をちょっとここにボリューミーにした感じなんで、はい、すごくなんかまとまってて綺麗ですもんね。こっちはですね部品が少し高そうな部品の感じですね。こちらはカーボン製で作らせていただいてまして、はい、フロントサイドリアあとまあカナードとかっていうのをカーボンで作ってちょっとまあ高級感あるように、はい、ボンネットも、オリジナルで作って、はい、ウィングもオリジナルで作らせていただいてますね。ホイールもこれは私どものオリジナルの、はい、デザインになってます。こっちもなんかな都会的なセンスですごく、はい、あとはいいですね。マフラーが、チタンの、はい、まあ、競技用になっちゃうんですけども、はい、ちょっと音を聞いていただけるとかなりそうですねなかなか大人の雰囲気のやっぱりこの車格というかそのスープラにやっぱりねこんな感じが合いますよね。ありがとうございます。これが変な風になると、ね、品が悪くなっちゃうんですよね。センスがいいんでしょうねデザイナーさんも、ね、ありがとうございます、ね、うちの代表がセンスやってるんで鍛えておきます、はい、結構センスがいいというか、はい、まあ、2台とも結構まとまっててね、すごくなんか大人の雰囲気の車でいいかなという気がします。はい、今回ですね、アーティシャンスピリッツさんのですね、この2台を見せていただいたんですが、私の感覚ですが、すごくまとまっててですね、大人の雰囲気の車かなと。まあ、スープラもですね、やっぱりパワーがあって、年齢層もね、そんな若い人が買える車じゃないので、まあ、こういう感じで、その、シックじゃないですけど、すごくスポーティーな感じで、でもその品が悪くなく、逆に86の方は、ターボがついて、このボディに負けないだけのパワーが出てる感じで、なんかすごくまとまった車で、これですよね、普段乗りもできますし、サーキットにも使えるかなという感じで、ものすごくいい感じの2台でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、有限阪神ルーツチャンネルでは、放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひ、チャンネル登録、お願いします。